さあ今月も絵を描いてきました。今月はこちらです。季節前進ということで、ちょっと前回の絵がこんな感じで、まあ暑さいつまでという感じで、割とね厳しい暑さ続いて、10月に入ってもなんかね夏日になったり真夏日になったりして、すごい暑かった日もあったんですが、ついに前進しそうです。もみじが若干山の上の方では紅葉し始めてるよっていう絵を描いてきました。もみじ狩り、もみじって東京生えてます？生えてますよね、さすがに恥ずかしい。もみじ狩りもしたいなと思います。紅葉見たいです。ようやく衣替えもできますよという感じです。私もようやく2、3日前に衣替えをしたんですけど、でもまだちょっと怖いから半袖とかもちょっと実は出してたりするんですけど、多分もう大丈夫かな。なんかまあ寒くなってきたから、トレンチコートとかももうすぐなのかなとか、ちょっと短めのブーツ最近街でも履いてる人よく見ますけど、そんな感じ。ストールなんかもそろそろ出してもいいと思いますよっていう、秋のファッションも楽しめそうですね。なんか私結構毎年ライダースに頼っちゃうところがあるんで、今年もライダースで行こうかなとか、ちょっと気が早いけど、あのニットを買いましたなんか早く着られるのが楽しみだなと思って、ちょっとその希望も込めて季節前進の絵です。今回割となんかでも上手とか言ってでも結構満足度高めです。何点ぐらい、80点ぐらいつけてもいい、つけすぎ分からない80点ぐらいです。